早速だが、Jフォースについて説明する。ナビゲーター、頼んだ。はい。Jフォースは戦略的観点から大きく3つのチームに分かれています。ベノムズの進行拡大を防ぐアルファチーム。ベノムズに占領されたエリアの奪還を担うベータチーム。敵地への潜入、偵察などの諜報活動を得意とするガンマチームの3つです。メンバー管理の都合上、君にもこのどれかに所属してもらう。堅苦しく考える必要はない。実際の作戦ではメンバーの適性や状況に合わせて柔軟に運用される。まずは J フォースの全容を知る意味でも各チームを見学してから選ぶといい。ちなみに所属することでそのチームメンバーの技を習得することができる。チームを選ぶときの参考にしてくれ。よく来たな。アルファチームのリーダー、孫悟空さんです。お前が噂の新入りか。
なかなかの面構えじゃねえか。どれほどの実力か試してみるか。やめとけゾロ、まだ新入りだぞ。騒がしい、よそでやってくれ。まったくどいつもこいつもこんな連中ばかりだが、それでもよければ俺たちのチームに入るか。よく来たな。ベータチームのリーダールフィさんです。お前海賊になりたいのか？だったら俺たちのチームに入れよ。うちのチームはサンジがいるから飯がうめえぞ。わらわはルフィがいればそれだけでいい。こんな感じのチームでもよけりゃ入ればいいぜ。まあ好きにしな。よく来たな、新入り。ガンマチームのリーダー、ナルトさんです。俺のことは、ナルト隊長と呼ぶように。ご機嫌ですね、ナルトさん。ああ、やる気があるのはいいことだ。空回りしなければ、ですけどね。厳しいな、トランクスは。聞こえてるってばよ。ナルトいじりはその辺にしなさいな。俺たちのリーダーなんだ。ほら、サスケ、お前もこっちに来て挨拶しろよ。うちはサスケだ。相変わらずですね、サスケさんは。なんだか誰かに似ているような。どうですか、俺たちガンマチームの印象は。こんな感じですが、ガンマチームは敵地への潜入や偵察などを得意としているんです。気に入ってくれたらぜひ俺たちのチームへ。よし、そんじゃオラが一丁着てってやっか。平気か、ソン。こう言ってはなんだが、人に物を教えるのが得意とは思えんが。そっか。まあ、オラでもなんとかなったろ。心配だ。そんじゃ、一緒に来い。修行すんぞ。この場所はトレーニングルームです。Jフォースのメンバーはもちろん、これまでに戦ったヴェノムズの情報をもとに構築されたアバターを使用し、シミュレーションによる模擬戦闘が可能です。まあ、要するに今までに戦ったやつらなら誰とでももういっぺん戦えるっちゅうわけだ。でも模擬戦闘はまた後だ。今オラとの実戦だ。さあ、かかってこい。よっ。
よっと、うわっ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 、おりゃ、金かねえか、ふっ、よっ、さあ、ふっ、ほっ、ほっ、うわっ、ふっ、うわっ、うわっ、うわっ、おめえ強えな。これからおめえはオラたちの仲間だ。いいだろみんな。ま、当然だろう。これからよろしくな。アルファチームに登録します。
ボズミックキューブの力を使いこなしているようで何よりだ。早速だが、チームのメンバーと共にミッションに臨んでもらう。期待しているぞ。全力でやらせてもらう。今だ。ワイド。くそ。もっと開ける。くそ。チェッ。チェッ。ワイド。はっチェッ。キャッ。なに。まだまだ。うん。チェッ。チェッ。キャッ。こりゃ。何が起こった？ナメック星から救援要請が届いています。ベノムズの襲撃です。なんだと？あいつらしつけえな。なお、そこでベジータの姿も確認されています。え、父さんが？父さん？ベジータってトランクスの父ちゃんなのか？はい。ベジータがベノムズに加担したとなれば、ジェイフォースは総力を挙げて対する必要がある。
待ってくれ。ベジータは昔は悪いやつだったけど、今は違う。ベノムズの仲間になんてもっきねえさ。俺もそう思います。ナルトさん、俺もアルファチームに同行していいですか？もちろん、行ってこいってばよ。はい。話は決まったようだ。ならばすぐにでも出発してくれ。君も同行しろ。よし、そんじゃ出発だ。